リバレントバーテックスの七面鳥です。世界一になるっていうのが今の目標です。コントローラーっていうのは本当に自分がやりたいことをやってくれる手足みたいなものなのかなと思っています。ナコンやっぱりカスタマイズ性がすごくて、ボタンのマッピングができるんですけど、この今僕がやってる COD でよく使うジャンプを右の背面ボタンに、左に近接攻撃当てて打ち合いの最中だったりにすぐ出せるようにしています。デッドゾーンって今の中で一番気に入ってるんですけど、細かい揺れとかがなくなって大会で緊張の中でもいい結果を出せたりするので、そこが大きいかなと思います。で、日本では僕たちずっと大会連覇していて、今のチームに入ってからずっと世界一という目標は持っていたので、この新しいコントローラーでそこに近づけるように頑張っていきたいと思ってます。